岩本義春から1942年10月6日は女性教育家、評論家、事業家。田島国伊豆師範の受信、井上長忠の次男に生まれた。1868年、母方のおじで福本藩の家老閣、岩本藩治の養子になった。1876年、上京して中村正直の導入者で、英語、漢文。 自由主義などを学んだ。ミル、スペンサーなどの影響を受けた。1880年、津田線の学能者農学校へ進み、翌年から同社の農業雑誌に小論文を書いた。二宮尊徳の宝徳記を愛読した。1884年、下谷教会で同郷の牧師、木村熊治より受診した。同年、学能者をしまえ、農業雑誌の編集に携わり、 キリスト教新聞に寄稿した。修正者から、近藤建造と、女学紳士を発行した。女学は、女性の地位向上、権利慎重、幸福増進のための学問を意味した。1885年、修正者と祖母して、女学紳士を離れ、近藤を編集人とする、女学雑誌を創刊し、月の社主人、月の社、忍ぶ、ゼクー氏緑、もみじ、 霞すほかの筆名で毎方のように書いた。同年秋、木村熊二が、九し下牛が淵に開いた、明治女学校の、発起人に名を連ね、また、キリスト教新聞の主筆になった。1886年5月に、近藤が救世した後を受け、女学雑誌の編集人となり、さらに8月に、 木村の妻で、明治女学校取締役の阿部美子が救世した後を受けて1887年3月に、明治女学校の教頭となり、実務を取った。6月、東京キリスト教婦人教風会の、東京婦人教風雑誌の編集名義人になった。10月に発行した、木村東湖商伝の女王、個人の旧地で40歳年長の勝海州に、依頼しに行ったのを縁に、 勝地に頻繁に出入りするようになった。フェリス女学院に公園に行って、助教、若松静子を知り、1889年、横浜海岸協会で結婚した。1890年、発足した東京廃商会の委員となり、各地に遊説した。星野天地と女学雑誌社から女学生を送還した。キリスト教系の18の女学校の生徒に、 投稿させる雑誌だった。1892年、明治女学校の校長になった。明治女学校で教え、女学雑誌に寄稿していた、星野天地、北村東国、島崎東村、平田と久保倉ロマン主義者が、岩本の下では書きがたくなり、1893年、文学界を創刊した。教会や宣教師の経済的援助を受けなかったので、学校の経営は苦しかった。 その上、1896年2月の失火で、校舎、寄宿舎、教員住宅の大半を失い、前から肺を病んでいた妻の若松静子が、その直後に没死した。1899年、かつ改修の死没直後、かねて、女学雑誌誌に連載した座談を、改修用案にまとめて刊行した。学校再建の傍ら、宗教、政治の活動を続けたが、 1903年末、女学雑誌の編集人を辞め、1904年春、明治女学校の校主に退いた。1905年、大日本海外教育会の構成員として、押川正義と調整に渡った。ブラジル移民を扱う広告移民会社に関わり、1907年には、ペルー移民を扱う明治植民会社の中心人物となった。翌年ペルーに渡った。 明治植民会社は1908年に違法廃校事件を起こし、1909年に同社が取り扱った移民の送金に関して延着や付着の問題が表面化し、業務停止処分となり解散した。1912年、広告移民会社の水野龍が起こしたコーヒーの直輸入会社カフェパウリスタの創立に関わり、取締役となる。 1916年、明治女学校の跡地に新宅防止会社を設立した。1924年、日活の取締役になった。プロテスタンティズムの形成家、女性啓蒙家として活動した岩本には、不名誉な噂がついて回った。女癖が悪かった。若松静子がそれを多言していた。明治女学校の生徒だった。 総カ光も岩本が教え子に手を出したことを非難し、自殺に追い込まれた犠牲者もいたことを実名を挙げて書いている。同じく卒業生の野上や良子は晩年、自分の人生の不食度になった三大出来事の一つとして岩本の失脚を挙げている。星野天地や平田徳牧は詐欺的行為も犯したと書いている。失脚した岩本は偽善の聖人。 偽善家などと呼ばれた。こうした風説に対し岩本は沈黙を続けたが、島崎藤村は岩本をモデルにしたとされる短編、黄昏を発表し、岩本に同型を抱いていた。萩本子は岩本の信仰生活を本気に神に使いようとはしていなかったと非難し、明治女学校は岩本の女性問題が禁止して魔の国へさらわれ、同校を廃校へと追いやったと、 その責任を問うた。1930年、改修座談を編集出版し、さらに1937年、それを増補した。この年、林千十郎の組閣に口を出した。自宅を、新生書院と名付け、国家新党を説いた。第二本は深刻な利との本に序文を書いた。1942年10月6日、都市幕に願者自宅で母子し,した。墓は、 ソメイレーンにある。バイオリニストの岩本まりは、米国大使館勤務の長男、商民とアメリカ人女性の娘である。法学者の中野富夫及び英文学者の松浦、吉和はそれぞれ長女、清子、次女、民子の女性である。息子の岩本昭二は、東京音楽学校を出て、明治女学校の職員となり、1901年に創刊された。 音楽の友の主催を務め、後に松本楽器製造株式会社監査役となった。ありがとうございます。